衣笠咲く悪いことをしなくなる薬。前回までのあらすじ。王様の命令で科学者が作った悪いことをしなくなる薬が全国民に配られました。しかし王様の命令を聞かず悪いことをしなくなる薬を飲まなかったへそ曲がりの靴屋と怠け者の布団屋と一人ぼっちのくず拾いは兵隊たちに追われています。兵隊たちは3人がちっとも見つからないので国民に尋ねて回りました。へそ曲がりの靴屋と怠け者の布団屋と一人ぼっちのくず拾いがどこに隠れているのか知らないか、捕まえて鎖につないで牢屋に閉じ込めなければいけないのだ。国民たちは兵隊に尋ね返しました。捕まえて鎖につないで牢屋に閉じ込めるのは良いことですか、悪いことですか？もちろんとても良いことだ。王様の命令なのだから。わかりました。それでは教えましょう。へそ曲がりの靴屋と怠け者の布団屋と一人ぼっちのくず拾いは国の外れの森の中に隠れて暮らしています。静かに静かに暮らしています。ありがとう。それでは探しに行くとしよう。兵隊の人数が足りないから誰か手伝ってくれないか。手伝うのは良いことですか、悪いことですか？もちろんとても良いことだ。それなら喜んで手伝います。兵隊たちは武器を持って国の外れの森の中に入り、国民たちは松明を持ってその後ろをついていきました。へそ曲がりの靴屋と怠け者の布団屋と一人ぼっちのくず拾いは森の奥で木の実を食べて小川の水を飲みながら静かに静かに暮らしていました。その日は空がよく晴れていて風も爽やかだったので3人はピクニックをしていました。へそ曲がりの靴屋と一人ぼっちのくず拾いは柔らかい草の上に寝そべっていました。そのそばで怠け者の布団屋はお母さんが作ってくれたふかふかの布団にくるまって寝ていました。とそこへ遠くから聞こえてくる足音がありました。大変だ、足音が近づいてくるぞ。僕たちを捕まえに来たんだ。へそ曲がりの靴屋の声にびっくりして怠け者の布団屋も飛び起きました。二手に分かれて逃げよう。一人ぼっちのくず拾いは足が遅いから僕が背負っていくよ。うまく逃げ切れたら森の一番高い杉の木の下で待ち合わせをしよう。怠け者の布団屋もその意見に賛成しました。一人ぼっちのくず拾いは何も言いませんでした。いつも何も言わないのです。そうしてへそ曲がりの靴屋は一人ぼっちのくず拾いを背負って森の東側へ逃げました。怠け者の布団屋はお母さんが作ってくれたふかふかの布団を背負って森の西側へ逃げました。国民たちが逃げている怠け者の布団屋を見つけました。いたぞ。国民の一人が脅かそうとして松明を投げつけました。背負っていた布団に松明の火が燃え移りました。大変だ、燃えちゃうよ。怠け者の布団屋は火を消すために布団を小川に放り込みました。でも間に合いませんでした。布団はボロくずのようになって流れていきました。もうお母さんが作ってくれた布団から布団で寝ることができなくなってしまったなんて。怠け者の布団屋はたくさんたくさん泣いているうちに追いついた国民たちに捕まってしまいました。別の国民たちが一人ぼっちのくず拾いを背負って逃げているへそ曲がりの靴屋を見つけました。いたぞ。へそ曲がりの靴屋は小さな洞窟に逃げ込みました。国民たちは洞窟を覗き込みました。真っ暗で何も見えないぞ。後から兵隊たちもやってきました。国民の一人が言いました。この洞窟の中にいます。火事を起こして炙り出してやりましょう。国民たちは手にした松明を小さな洞窟の中に次々と投げ込みました。洞窟の中は火事になりました。へそ曲がりの靴屋と一人ぼっちのくず拾いはとても困りました。急いで外に出ないと焼け死んでしまうよ。ああ、
でも外に出たらすぐに捕まってしまう。その時、地面に人が一人だけ入れる穴が開いているのをへそ曲がりの靴屋が見つけました。この穴に入っていれば焼け死なずに済むかもしれないよ。僕は火なんかへっちゃらだから君が入るといいよ。火が入らないように僕が穴の口を塞いでいるよ。へそ曲がりの靴屋は一人ぼっちのくず拾いを穴の中に入れ、その上に覆いかぶさりました。穴の外では兵隊たちと国民たちがへそ曲がりの靴屋と一人ぼっちのくず拾いが飛び出してくるのを待っていました。おかしいな、二人とも出てこないぞ。ただ小さな洞窟の中でゴーゴーと赤い火が燃えているだけです。やがて火の力が尽きて火事が収まりました。兵隊たちと国民たちが小さな洞窟の中に入るとへそ曲がりの靴屋が倒れて焼け死んでいました。どうしましょう、鎖につないで牢屋に閉じ込めますか。焼け死んだなら仕方がない、放っておけ。それより一人ぼっちのくず拾いはどこに行ったんだ、探さなければ。兵隊たちと国民たちが去っていってから一人ぼっちのくず拾いは穴の中から出てきました。そして焼け死んだへそ曲がりの靴屋の体をそっと穴の中に入れ、たくさんたくさん泣きました。兵隊たちと国民たちは一人ぼっちのくず拾いを一生懸命探しましたが、どこにも見つかりませんでした。仕方がない、怠け者の布団屋だけを連れて帰ろう。兵隊たちは王様のもとへ戻り、怠け者の布団屋を鎖につないで牢屋に閉じ込めました。牢屋の中で怠け者の布団屋はちっとも眠れませんでした。お母さんが作ってくれたふかふかの布団がないぞ、ちっとも眠れないよ。ちっとも眠れないのでどんどん体が弱って痩せていきました。その上へそ曲がりの靴屋が焼け死んだことを知り、たくさんたくさん泣きました。僕の一番の友達だったのに。何ヶ月も経ちました。研究室に閉じこもって悪いことをしなくなる薬を作っていた科学者がやっと出てきました。王様、やっと薬ができました。ご苦労だった、牢屋の中にいる怠け者の布団屋に飲ませてやるがいい。科学者が悪いことをしなくなる薬を持って牢屋に行くと、怠け者の布団屋が今にも死にそうなほど弱っています。科学者は驚きました。大丈夫か、どこか具合が悪いのか。もう何ヶ月もまともに眠っていないのです。どうして何ヶ月も眠っていないのだ。お母さんが作ってくれたふかふかの布団がないからです。どうしてないのだ。国民たちが松明を投げつけて燃やしてしまったからです。科学者はひっくり返るほどびっくりしました。それは悪いことだ、どうして国民がそんな悪いことをしたのだ。悪いことをしなくなる薬を飲んでいるのに。怠け者の布団屋は話し疲れて言いました。もう僕のことは放っておいてください。これだけ体が弱ったのだから僕はもうすぐ死ぬでしょう。それでいいのです、僕は死にたいのです。どうして死にたいのだ。大切な友達が死んだからです。へそ曲がりの靴屋です。どうして死んだのだ。国民たちが焼き殺したのです。科学者は心臓が飛び出るほどびっくりしました。それはとてもとても悪いことだ、どうして国民たちがそんな悪いことをしたのだ。悪いことをしなくなる薬を飲んでいるのに。それを悪いことだと思わなかったからです。それだけ言うと怠け者の布団屋は力が尽きて死んでしまいました。